皆さんこんにちは、ガエンです。今日は弦の比較をしていきましょう。比較するのはまずこちら、貼ってから2ヶ月半経った、弦、この弦、貼ってあるのはダダリオのフォスファーブロンズカスタムライトゲージです。で、この弦とこれの新品、こちらですね、これをまず比較しましょう。で、さらにこちらです、同じくダダリオの、コーディング弦、ゲージの太さは同じくカスタムライトゲージ、この3つを比較してみたいというふうに思います。さて、古い弦と新しい弦、どのくらい音が変わっているのか、そしてこのコーディング弦とコーディングされてない弦、どのくらい音が違うのか、聞き比べていきたいというふうに思います。それではまず最初にこちら、貼ってから2ヶ月半経った弦、音聞いてみましょう。どうぞ。次はですね、こちら、同じ弦の新品、これをこれから貼りますので、その音聞いてみましょう。それではどうぞ。
はい、それでは最後はこちら、コーディング弦、コーディングをしてない弦に比べると価格は2倍以上する弦。さあ長持ちするのはどうか、として音、これもどう違うのか見ていきましょう。それではどうぞ。はい、皆さんいかがだったでしょうか。分かりやすいように服変えてみました。2ヶ月半使用した弦は白シャツで、ノーマルの新品弦はこの赤い T シャツ、そしてコーディング弦はこの黒のパーカー、これと撮ってみました。全体通して分かると思いますけど、やはり、古い弦と新しい弦、高音のきらびやかさだとか、あとは新しい弦はちょっとリバーブがかかったように、サスティンも長くなるっていうのがよく分かると思います。ただちょっと今、個別に、再生をしたので分かりにくいと思うので、ここでちょっとこう連続で再生したいと思います。じゃあちょっと連続再生の方も聞いてみましょう。どうぞ。いかがだったでしょうか。連続して聞くととても分かりやすいと思います。さすがに2ヶ月半使用した弦はやはり音がこもり気味ですし、高音の伸びがやはり少ないのかなという気がします。
連続して聞いてみると、高リン源とノンコーディング源の違いもよく分かったと思います。ノンコーディング源の方がきらびやかさが際立ってますね。でコーディング源はやや落ち着いた感じで少し低音が、ふくよかな印象があります。僕の好みとしてはストロークはノンコーディング源、そしてフィンガーピッキングはコーディング源がいいのかなというふうな気がしました。皆さんはいかがだったでしょうか。でここで一つ気になったのが、そのフィンガーノイズですね。弦をこうスライドしたりした時に出るフィンガーノイズがやはり、随分違っているような気がしたので、フィンガーノイズだけをちょっと聞き比べるっていうこともやってみましたので、そっちも見てみましょう。どうぞ。フィンガーノイズの違いも明らかですね。やはり古くなるとフィンガーノイズが非常に目立つようになります。あとコーディング弦はさすがにフィンガーノイズが非常に少ないっていう風な印象があります。なのでフィンガーノイズが出やすいような演奏はコーディング弦の方がいいのかもしれないなという風に思ったところです。さて皆さんいかがだったでしょうか。音質の違いだけではなくてフィンガーノイズの違いも、見ていただきました。この動画面白かったなと思う人はぜひいいねボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。ということで今回の、お話はこれで終わり。今回も拙いお話にお付き合いいただきましてありがとうございました。それではまた次回。じゃあね。